ースは、マザーズ株ストリームの株価操縦操作難航、それから介護従事者不足に備えた外国人導入関連法の成立で介護は、課題を克服できるか、もう一つ自動ブレーキ普及で新たな天下り機関創設目論む警察庁など4省庁、今日はこの3つの話題をお届けします。大丈夫でしょうか。捜査 の行き詰まってるんですね。まず最初にマザーズ株ストリームの株価操縦操作難航について、マザーズ銘柄のストリームをめぐる株価操縦事件の捜査が難航しています。証券取引等監視委員会と警視庁の合同捜査は、現在証券取引等監視委員会が単独で取り調べを続行している状態です。ストリーム株を中心的に買い集めていた投資家は昨年暮れ死去していることから、10人程度に容疑者が絞られ、聴取が連日のように行われています。取り調べは毎週行われていますが、警視庁の捜査は中断している模様で、証券取引等監視委員会が単独で、容疑者と対応しています。関係者によれば、取り調べはストリーム株の詳細な売買記録をもとに、一件一件売り買いの理由や共謀の有無を確認しているという中でも、捜査側は株価の動向に重要な作用を与える引け際の買い注文に注目、ストリーム株の売買が成立した際の売り手と買い手に防御があったのか否かということについてまで、確認作業をしているというふうに見られます。証券等取引監視委員会と警視庁がストリーム株の相場操縦容疑で都内の関係先を家宅捜索したのは昨年10月中旬、会社役員らはストリーム株を大量に買い集め、不正に株価を釣り上げた疑いがあるというのが捜査当局の見方で、株は2014年5月初めの120円台で推移していたものが9月下旬以降急騰したと、会社役員らは釣り上げた株を高値で売り抜けて利益を取った疑いがあるというふうに一部報じられていました。蓋を開けてみれば、会社役員らはストリーム株を買っておらず、会社役員と旧知の投資家がストリームが株を大量に買っていた。しかもこの投資家はストリーム株を買い集めたものの売り抜けていなかった。株価操縦容疑で取り調べを受けている投資家もストリーム株を買っているが高値で売り抜けたものはほとんどいなかった。ストリーム株をめぐる背景は、株発行会社の劉海人社長が金融業者から株担保で金を借り、他方で投資家に自社株を人気化させたいと相談、投資家はストリーム株の買い集めをしていた。一方、劉社長らは、自社株の株価が高騰したため株を売り浴びせて相場を冷やし、株価が下落したところで株を買い戻す手口で莫大な儲けを得ていた。捜査当局は株価操縦が株買い集めによって起こされると認識しているため、劉社長らによる売り浴びせは株価操縦とは見なしておらず、捜査は難航している。証券取引等監視委員会でもこうした取引がインサイダー取引に当たると認識していた時期もあるようだが、劉社長は母国の春節を理由に帰国、今日まで日本へ戻っていない。ストリームでは劉社長が留守であることを考慮して、新たに代表取締役を社長を選任して、事業に当たっている。
合同捜査の一方の当事者、警視庁は会社役員らが株価操縦容疑に当たらないと判断された時点で担当外と判断した可能性が高く、今後捜査に再び復帰することはないとみられる。捜索から5ヶ月が経過、嫌疑をかけられた投資家らは頻繁な聴取を受けているものの、捜査の進展が全く見られず、ストリーム株の売買に関与したとされる投資家は、株価操縦を認めるから早く捜査を終結してくれ、これ以上の取り調べは生活圏の侵害だと長引く捜査に悲鳴を上げている。以上です。はい、まあこれはね、私が関係しているわけ、これは。なるほど。ガサも私のところへ入った、うん、しかしこれ私の部下が 5,6 人が金融事業をやってるから、うん、金融では参加したわけ、うん、しかし株を買うことには直接やってないわけ、うん、でその金融の下の孫受けのところの上田実という指定を買い集めて、売り抜けようとする、その人たちが自分たちでやったことであると。しかしたまたまこれはやったけども、上田実も莫大な株を買ったが売れなかって損をしたと、うん、その前に裏切ったやつがおるわけ。これがストリームの龍、オーナーの龍なんです。龍、うん、も私はこいつが東大から水産大学行ってる頃から、うん、知ってる男だけども、うん、これが勝負に出たのは、うん、この株を売って、うん、儲けて、うん、逃げることを企んでた、ね、だからこの関係で儲けたのは龍社長、龍、うん、オーナーであって、龍、うんうん、の一人勝ちで、うん、あと全部すべてが龍に利用されたというのが現実です。うん、そうでしたね。うん、次いきます。介護従事者部長。これね、もう一つ、はい、言えば、はいはい、こういうその小さな会社であるということで、うん、ストリームというのは、うん、それから龍は中国人であると。うん、だから江沢民系の人間であると、ね、はい、だからこういうその小さな中小企業を、うん、当たることと、うん、で中国に刺激を与えるようなことを、うんうん、あまりやるべきではないというのが私の意見だ。なるほど、わかりました。じゃあ次いきます。介護従事者不足に備えた外国人導入関連法成立で介護は課題を克服できるのか。技術実習適正実施保護法と長ったらしい名前の法律と改正出入国管理難民認定法が昨年11月18日に成立。懸案の介護に、人材不足を緩和する外国人介護職の導入に、道を開きました。厚生労働省は2025年すなわち団塊の世代が75歳を迎える時期に不足されるとされる介護人材38万人の緩和に道筋が立ったと厚生労働省が考えているようですが、外国人技能実習の質を確保するという名目で天下り機関外国人技能実習機構というのが手回しよく設立されています。厚生労働省によれば、介護職員の現状は非正規職員が介護の現場を担う主体となっていることが明らかになっています。年齢は介護施設では30歳から49歳が主体、訪問介護では60歳以上が全体の 30% を占めるという、お寒い状況です。また訪問介護の 78.4% が非正規職員、
男女別では施設で 73% が女性、訪問の 88.6% が女性と、女性が全てリードというか、担い手となっております。訪問介護職員は国内で46万人いるうち33万人が非正規職員、介護施設で働く職員は122万人で、常勤は89万人、非常勤34万人となっています。介護福祉士の登録は平成24年現在で108万6千人。ところが現場で、従事している介護福祉士は63万4千人。介護される者の数は平成25年度564万人で、うち50万人が訪問介護を受けている。介護施設の入所者は86万9千人。34万3千人が通所者と呼ばれる通いの介護を受けております。厚生労働省は高い理想を掲げて介護保険制度を創設しながら、制度設計を誤ったため介護の質を下げ、制度適用のハードルを上げる手法で介護行政をこれまで営んできております。一方、介護ビジネスは制度設計の甘さを利用して無尽蔵に請求額を広げながら業用拡大を図ってきた。背景には介護に対する理念をと介護看護と介護に対する理念を看護と並行に見なしてしまった失敗が是正できないまま今日につながっている欠陥があります。介護される高齢者は多くは地方老人などではありません。障害者でもありません。運動能力が若者に比べて、著しく低いと。知能と経験は多彩。介護施設で老人を子供並みに扱って入所者が呆れる、情けなくなるというケースは至るところで起きています。老人は介護する職員よりも思慮深く、物知りであります。誇りも高い。こうした老人を介護するには老人の能力を分けてもらえばいいわけです。無理に歌を歌わせたり、つまらない素人芸を披露させるのには介護とは呼べません。まともな老人は工夫のない介護施設には耐えられないし、馴染めません。反抗的な態度を取る老人も いる多くおります。しかし、老人をベッドに縛り付けて餌だけ与えて鳥のような状態に置くというのは、これはまるで介護ではありません。牢獄のような日常を送らせるのも介護ではないのです。厚生労働省が描く介護は、介護ビジネスが行う介護もどきと同類です。小山後は独立して余生を不自由な体で過ごさなければならなくなったとしても、老人には知力も想像力もあります。介護は看護ではないということを厚生労働大臣が認識して、老人の誇りに沿うケアを心がければ大量介護、お手軽介護で無駄な予算を組むことがなくなり、介護制度のない国から人を呼ばなくとも介護制度は回っていくに違いないというふうに私は思います。以上です。まあ、今この介護保険もでたらめな請求によって赤字になってる。そうですね。だからもう、これもともとはそういう制度はなかったものを、渡辺芳美と、今の国際医療福祉大学院、木下ですか、あれは誰だ、その九州のお寺、高木、これによって、でっち上げた制度であって、そのために大学を作って、資格ライセンスを出して、そして保険制度まで作り変えた、利権化したわけだね、彼らによって。そうですね。これはもともとは医療保険内のできる範囲でやればいいと。そうですね。だからそのため昔は老人専門の病院もあったわけだ。はい。それ医療保険を適用したわけです。その時の金額というのは、
おそらく今の10分の1で終わってたんじゃないかと。そうですね。それ以外は自費でだ、うん、やっとったわね、路上を見れるときは、うんうん。だからね、これはもう渡辺芳美とのね、これ犯罪ですよ、これ。そうですね。あんなことをしたためにね、うん、もう非合理的な社会システムがいっぱいできていくもん。うん、ね、今の柔道整体師のような、はい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 、昔はマッサージして ね, ねえ保険で請求するのなかったよね。そうですね、町中にありますね。昔は俺たちの若い頃は、ね、うん、マッサージしたら自分で払っとった、うん、今はマッサージじゃ保険でできるという、うん、いっぱいできるじゃないこれ、うん、そうです。もう病院並みにでクリニック並みに できとるわけだ。これも全部保険詐欺だよ。そうですね、保険詐欺が、うん、全国列島に何千何万箇所でけと、うん、保険請求、うん、詐欺事件、うんうん、それに政治が絡む。そうですね、金券不買いただく政治が、うん。じゃあ次いきます。自動ブレーキ普及で新たな天下り機関創設目論む警察庁など4省庁、警察庁や国土交通省、経済産業省、金融庁は自動車の自動ブレーキシステムの普及を後期として新たな天下り機関を創設しようと目論んでいます。天下り機関は自動ブレーキの性能を認証するのを主な業務とする団体で、自動車メーカーから出資を募って運営する方向です。この種の性能検査や認証を担う組織を新たに創設しなくても自動車業界に依拠する天下り組織は事故、安全、環境、エコ関連など天下りの組織は多数あり、それにより自動車業界が作ってほしいのは、それより自動車業界が作ってほしいのは二重課税問題や貿易障壁の解消組織だろうと思います。官僚の手柄は税金のように潤沢な資金を呼び込める天下り組織の創設、文部科学省の人事担当人事部門退職者が高級官僚の天下りを斡旋していた問題は、高級官僚が在職中から次の職探しに奔走する実態を明るみにしたし、同時に天下りを斡旋できる者はキャリア、ノンキャリアに関わらず官僚組織を挙げて保護することも分かりました。まして政府公認の天下り機関を創設したものの栄誉は末永く称えられるということになります。だが自動ブレーキ性能認証制度を創設することと天下り機関にこの制度を担当させるというのは別問題です。自動車ブレーキシステムについてはユーザーから歓迎されているが、しかし自動車の製造技術や安全技術に関する検査機関はすでに多数存在しています。これらの機関に業務を委託させれば無駄な組織は作らなくて済むし、組織を作らなければ経費は少なくて済み、ユーザーの負担は軽くなります。経済産業省や国土交通省、金融庁と警察庁までが、この天下りの機関をにぶら下がり、均等に各省庁から OB が入り込んでくれば人件費は膨らみ、屋上奥を重ねるような組織が出来上がるのは目に見えています。天下り機関創設の妙案を実現されるために政治家を抱き込み、メディアを走らせ、業界の説得にも当たる。すでに公表された段階で創設は規定路線と化しているはずです。アメリカは実施する、減税もできない政府が天下り団体だけは寛大な心で設計設立を許す、一度創設されれば組織は拡大していくことをユーザーは忘れてはなりません。国民はこうした役人の特権的な仕事ぶりに厳しい目を向けなければならないし、野党はこうした問題を阻止する存在でなければなりません。以上です。
まあ、民間の自由な経済活動をやはり、後押しするための団体を作るのは賛成だけども、うん、民間の自由な経済活動を、うん、いわゆる制限するような天下り団体はこれは作ってはいけない、うん、今もうアベノミクスが4年5年と全く何の成果もなくないですね、3本の矢がまた6本の矢になったけども最近や1本の矢の話もしないじゃないか。そうですね、全くその3本の矢の話はどうなったんだと、残り3本はどうなったんだと、何にもない、国会での質問しないし、経済問題は触れるなと。そうですね、だからまあこの経済界に対するいろんな行政がちょっかい出すのはいいが、うん、行政のための天下り団体では困る、うん、民間企業の発展のために自由経済のやる活動を円滑にするためのものならいいと、こういうことです。私はそうですね、じゃあ本日はこれで終わります。